どうもしげるです今回はですね、えー、歌が上手くなる人の特徴、これを知らなきゃ損するだけですよということでお話ししていこうと思います。まあ、結論、えー、歌が上手くなる人っていうのはですね、えー、こんな感じ、前向きな人ですね。でこの動画を見ることによってですね、あのー、人のいいところを、ねえー、知ることができるので、あのー、自分の成長にもね役立ちますよということなので、ぜひ参考にしてください。で僕はどんな人間かというと歌、 歌をね、教えてる人間です。ということで、えー、今日はいつも、いつもってほどじゃないです。あの、ちょっと持っちゃいましたけれども、ちょこちょこツイッターで、えー、絡みのある方、えー、お二人をね、えー、選ばせていただきまして、えー、ちょっとあ、やっぱこういう人が上手くなるんだよっていうのね、お伝えしていこうと思います、ね。ちなみに、あの、他の方ね、他の絡みのある方ももちろん伸びてきますからね。うん、えー、今回はこの、 お二人っていうことです。うん。で、えー、一人は、魔王善さん。そして、えー、もう一人は、青いタコさん。このお二人ですね。うん。ちょっと、えー、なかなか、ちょっとていうかね、面白いんですよ。なので、見ていきましょう。えー、で、まず、えー、あ、まあ、この二人がね、あの、前向きだから、えー、成長していくっていうのを前提にね、え、話していきますけれども、えー、ま、お二人の特徴をお伝えしていきます。えー、これ、勝てないところ。 であるんですけれども、これね、僕がお二人に勝てないところ、えー、があるんですよ。で、えー、まあ、ちょっと見ていくとですね、こんな感じ。はい。ちょっと、こんな感じ。えー、魔王善さんの場合はですね、えー、自分自身に倒水するっていうね、これがすごい。もうこれね、ほんとすごいから、見ればわかるですよ。あのー、見れば、いや、ステージに立った人、 じゃなきゃわかんないかな。えー、自分が、えー、表現者としてステージ上に立って、えーまあ、ボーカルとしてね、やったことのある人間だったらわかります。あのー、なんていうのかな。あそこまでね、自分に酔うことはできないですね。あの、自分が作り上げているものがあるじゃないですか。ね、それに近づくために、あのー、パフォーマンスしたりはしますよ。当然ね。えー、するんですけれども、えー、そこの一定のラインをね、超える っていう、それがね、なかなかできないですね。これ、プロでね、すごい上手いなって思うのが、えー、僕ね、その、元クリスタルキングのね、田中正幸さんっていう人がいるんですよ。うん。ねえ、その人が、この、陶水っていう面ではね、すごいなって思います。えー、泣きますからね、歌いながら。うん、すごいなって思います。うん、まあちょっとね、僕、世紀末、あま大、あ、前さんね、世紀末好きなんですけれども、えー でも、小暮さんのね、えー、生のあれをね、見たことがないので、うん、まあ本はね、えー、ちょっとね、読ませていただいたんですけれどもね、生で見たことがないのでね、そことの比較はできないんですけれども、あのー、まあすごいというわけです。うん、で、えー、どうすごいのかっていうと、まあ例を挙げるなら目の見開き方とかですね、うん、あのー、やっぱね違いますよ。で、動作、これ動作にもね、関わってくるんですけど、あのー、プロのね、 えー、じゃあ、ボクサーで話そうかな。プロボクサーが、えー、右ストレートでパンチをすると。強いパンチを打つとき。えーと、素とかそれを真似て打つときってね、全然違うんですよ。何が違うかっていうと、意識するところが全然違う。だから、意識すること、意識するところが違うっていうことは、何が起こっているかっていうと、まず一番初めに動かす場所が違うんですよ。意識してね。 うん、だから書道が全然違うから、えー、結果生まれるものも全然違うよねっていうことなんですけれども、それをね、えー、ちゃんと意識してやってるなっていうふうに思います。こ,これが歌にも共通してるのでね、うんえー、意識してやってるなっていうのがわ、えー、かりますね、全さんが。その動きの中でね、わ、えー、かるんですよ。あまあ、カラオケ、これね、<laughs> えー ま、顔出しして歌ってるんですよね、前さんは。で、あのー、カラオケのやつかなまあ、ライブのやつも見たんですけれども、あのー、カラオケのやつ、うでね、なんかね、いや、すごいっすよ。その、撮ってるからっていう意識があっての、その、あれなのかもしれないんですけれども、そういうレベルじゃないっていうかね、カラオケでそんなには歌えないぞみたいなの、ね、よ。これは、 僕だったら、あの、陶水するっていうか、もう本当にね、お酒飲んで酔ってる状態じゃなきゃできないだろうなっていう動きをしてました。うん、やっぱね、こう、恥じらいとかがね、出てきちゃうんですよ、僕。一人であってもね。うん。だからそういう面ではね、僕はボーカリストではないんですよね。うん。ね、なので、まあ、それができているセンさんは、いや、本当にすごいなって思いました。で、アクセントの付け方っていうのは、声のね、あの、あれなんですけれども、 うんこれは、自分の求めているものがちゃんと固まってるんですよね。えなので、えー、そのね、まあ、特にビブラートを意識してるかなっていうイメージですね。イメージがあるんですけれども、うん、まあそういったので、その自分の求めているものっていうのがね、なんか明確になってる。 感じがしますね。うん。ね、えー、すごいいいですよ。で、あのー、まあ、ここに書いてあるんですけど、ちなみに高い声で悩んでるとかではないって書いてあるんですけど、めっちゃ声高いですからね。うん。あのー、高い。本当に高い。で、えー、結構使いこなしてるなっていう、け結構なレベルでね、えー、使いこなしてるなっていうのがあります。僕なんて気にならないですよ。まあ、女性、女性だからって言ってしまえばあれかもしれないですけれども、そういう、 次元の話じゃないですよ。あの、女性であってもそのキーで、えー、そのクオリティで歌うのはなかなか難しいよっていうのを、まあ僕はね、えー、よくわかってる側の人間なので、で本当に素晴らしいなって思います、うん。で、今後のステップ。これアドバイスとかじゃないんでね、この上から目線みたいに捉えないでほしいんですけれども、えー、多分、えー、多分ですよ。あの、唇やほっぺたの効果を覚えてレベルアップ。 だなって思うんですよ唇やほっぺたの硬さをねどう変えていくかっていうことによって、えー、もっと色色づけることができるかなって思うんですよね。その歌,歌にね。んで色色づけることができるっていうか、まあで、できるでしょうっていう前さんなら絶対にっていう感じですよ。うん 特に、その、まあ、表現の幅が増すっていう感じですかね。うん、特に低音のところとか、あの、まあ、そういったところの表現がね、全然変わってくるかなと思います。で、あとは、ビブラートのね、感じもね、また変わってくるかなっていうふうに思いますよ。こう,こういうのをやることによってね。うん。だから、本当に非常に楽しみです。うん。 で、えー、まあそんな感じ。ゼさんはそういう特徴を持った方なんですよ。まあ、さ、先に特徴を話させてくださいよ。うん、とりあえず。えー、で、次は青いタコさん。なんですね。で、勝てないところ。これね、これもね、僕、本当に、ね、これ勝てない。お、勝負にならない。まあこの、ゼさんのね、この自分自身闘水っていうのも勝負にならないんですけど、僕とは。あのー、こんな感じ。青いタコさんの場合は、歌が大好き。 これね、比べ物にならないですよ。僕の、僕が歌好きですよっていうのと、もうちょっとね、レベルが全然違うんですよね。でも、毎日朝晩歌うんですよね。まあ毎日、体調とかにもよりますよ、もちろんね。だけど、ほぼ毎日だなって思います。もう、365日あるとしたら、そうだな。三百。 70日ぐらい歌うみたいな。すいません。あの、意味わかんないことを言ってしまったんですが、それ、もう本当にね、ずっと歌う。うん、毎日歌ってるっていう感じです。で、えー、ここれね、えー、言われたことを自然にやる。これ、これね、す素直さってね、めちゃくちゃ大切で、ね、ここまでできる人なかなかいないなっておお思うんですが、あの、ま、軽ーくアドバイスさせてもらったんですよね。こういうふうにした方がいいですよっていうね、 まあ、椅子に座って歌った方がいいですよっていうふうにね、お伝えしたんですよ。あの、あぐらをかいてる感じだったのかなえー、なので、いや、それだったら椅子の方が絶対いいですよっていうお話をしたら、もうね、本当にね、2秒ぐらいでね、椅子を買ってくれて、えー、で、ね、すぐ実践するというね、もう素晴らしい方なのでね、本当に、いや、これはね、本当に、もう、あこの、お伝えする側 こちら、のじゃあ自分が持ってる。相手が持っていない情報を僕が持っています。で、それを、えまあ、絶対にプラスになるからこうした方がいいですよって言った時に、そんだけ早くね、あのー、行動してくれるっていうのはね、非常にね、こ,こちらが嬉しいというのがあるので、えー、まあまあ、またこ、またさらにさらにっていう風にね、やりたくなっちゃいますよね。うん。まあ、これ上から目線とかそういうわけじゃないですからね。うん。で、えー これもね、素晴らしいところですね。えー、感受性豊かです。あの、感受性豊か。えー、絵や歌やゲーム、CI、こういったものからね、いろんなね、刺激を受けてるんですよ。で、なんかツイートの内容もですね、なんか、足はこんな感じなんですよ。みたいな、そんな、そんな感じです。<laughs> なかなかね、いや、もっと全然,全然かっこいい感じって言ってますよ。あの、 うん、なんか、私はこう思う、みたいな、そういうね、感じです。うんね、いい感じですいい感じ、とにかくね。<laughs> まあ感受性豊かで、えー、まあいろんなとこから刺激を、ね、吸収できるんだろうな、っていうふうに思います、ね。結構感動してることが多いのでね、いろんなことで。いや、素晴らしいなと思います。で、えー、ポルノグラフィティっていうのはですね、まあゲーム配信してる時によくね、ポルノ流れてるな、っていうふうな、え印象です。まあなかなかいいんじゃないでしょうか、って、あの、世代があれなので。 ただちょっと書きたくなっちゃいました、これは。はい。というわけで、えー、これですね。今後のステップ。これもね、アドバイスっていうほどの、あれじゃないんでね。あの、そういうふうに捉えないでください。今ね、たくさん新たなことに触れているので、それを自分に落とし込むことでレベルアップするでしょうっていうね。もう時間待ちみたいな感じですよ。僕からしたらね。ご本人はね、どんどん、あの、やっているので、時間待ちではないですよ。どん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 やってるっていう感じなんですけれども、僕からしたら待ってるだけで、 きっっと上手くなるなるてそういうい感じですよ、うん、でまずはねこう、自分に落とし込む、膨大な、ねえー、情報、いろんなところから得た、えー、知識っていうのを自分に落とし込むまでがね、やっぱなかなか時間がかかることなので、えー、それこそ5年後ぐらいにね、あの,ああの時そういえば、こんなこと言ってたな、あの人が、とかっていうのはあ、そんぐらいに気づくことってよくあるんですよ。うん なのでね、えー、それぐらい自分にちゃんと落とし込むっていうのは時間がかかることなので、もう楽しみにね、えー、待たせていただこうと思ってます。えー、まあこんな感じで、えー、二人のね、特徴っていうのはね、こ、こんな感じの方々なんですよ。うん。で、えー、まあお二人に共通していることなんですけど、けれども、これはね、えー、まあまあ前向きっていうところのね、もうちょっと深掘りした話になるんですけど、これは、こういう感じ。こうだって、 もしこうなってしまったら、練習した時間がもったいないというマイナスな思考はないということですね。もしこうなってしまったらっていう、もうダメだったら、できなかったら、あの時の、じゃあその、えー、じゃ1年間練習しましたその時間もったいないっていうマイナス思考はないですね。 おそらくこの二人には。で、えー、過去にこれがあったから今があると思えるタイプに感じます。僕からすると。うん。まあ、普段のね、発言とかいろんなの見ていくとそんな感じがするなっていうふうに思います。あのー、まあ、そういうこ、これね、めちゃくちゃ大事なんですよね。うん。あのー、結局プラスに取れないと、 うん、きあここに書いてあった、えーと。過去の出来事は変えられないんですよ。うん、だけどそれをプラスに捉えないと、ね、いけないと。過去の捉え方は変えられるんですよ。うんえー、も,うもうちょっとちゃんと読みます、えー。過去の出来事は変えられないけど、過去の捉え方は変えられる。うん、これどういうことかっていうと、えー、じゃあ1年間し、えー、あの練習をしたのがもったいないっていうふうに感じる人もいれば、 あの一年間があったからこそ、今ね、今こういう考え方ができるとかっていうふうに捉えられるタイプ。こ,このタイプ、どっちかでね、やっぱね、進むね、スピードが全然違うんですよね。うん。だからまず、あのー、こっち側の人ね、えー、もうプラス思考の人っていうのは、まあ前向きな人っていうのは、とにかくやるんですよ。バーってやって、あーでもない、こうでもないって言って、まあ、なんかうまくいかねえなとか言ってやると。 これによって結局のところ進んでるんですよね。僕よく言うんですけれども成功したいんだったらどん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 失敗していく方がいいよって言うんですよ。成功。じゃあ一つの成功があるとしましょう。で、成功。まあゴールね。成功というゴールがあるのに対して、道っていうのは失敗も成功も含めて無限にあるんですよね。本当に。それだったら、とりあえずどん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  あのー、失敗していくことによって、じゃあ1個の失敗をやったことで、成功に近づく確率が上がるわけじゃないですか、その1個消えることで。えー、で、失敗を、えー、2個、えー、しましたで、その2個をやらないことで、えー、また成功に近づくっていう。 ことなんですよ。だからやらなきゃいけないんですよ。量と質どっちが大事かっていう話がよくあるんですけれども、まあ量も質も大事ですよ。だけど、とにかくやんなきゃ、えー、一歩も進めませんよっていうことですね。うん。こっちの上のタイプはですね、このマイナス思考の場合は、その、結局のところ、時間がもったいないとか、成功したいとかっていうね、なるべく成功したいっていうことによって、一歩もね、進まないっていうことが、 怒るんですよ。ね、えー、本当にこういう感じなんですよね。なので、ええー、どんどん突き進める二人っていうのはね、ええー、突き進んでるんですよ、実際に。だからこそ、この考え方が根本にはあるんだろうなって。時にはね、ああ、あれやんなきゃよかったなって思うことは多分あると思いますよ、人間なので。でも、根はこっちですね。プラスの方ですね。プラス思考の方だと思います。じゃなきゃこんなにね、ええー、継続はできないので。うん。 まあえー、過去の捉え方を変えられるタイプでしょうということです。で、このタイプの、えー、このタイプの人はですね、すべてを歌につなげられる人間だから上手くなるんですよ。うん。あのー、起こった出来事、まあ、その青いタコさんの方の感受性っていう話もしましたけれども、えー、何かが起こった時に、えー、それを、ね、歌につなげられるからこそ、そう、まあ、二人ともね、えー、そういうふうに継続できているんだろうなっていうふうに思います。うん。 で、えー、二人はね、えー、伸びしろがあるから見ていてね、本当に楽しいんですよ。で、ちなみに言うと、えー、このお二人だけじゃないですからね。あのー、こう、ツイッターでね、えー、いろいろ絡みのある方ん。ここで名前出しちゃうとちょっとあれなので、あ,あれなんですがね。あのー、まあ、結構いろんな人見てますんでね。うん。はい。そして、まあ、どうせだったら、 ね、ここまで来たら僕の、ね、強みもちょっと話させてくださいよ。僕の強みっていうのはね、あのー、これなんですよね。自分で歌うことが大好きではないところがね、もう強みになってるなって、今の僕の立場から言わせてもらうとこういう感じなんですよ。んこれどういうことっていうと、まあ、自分で、えー、歌うこと自体が大好きじゃないんですよ、もう本当に。 あの、歌は楽しいし、歌うこともまあ好きな方だと思います、普通の人よりはね。ただ、こういう方々、まあ、青いさんとか、ゼさんに比べて、僕は自分自身が歌うことっていうのがもうね、好きではないところになってしまっているんですね。うん。えー、っていうのは結構なパターンをやり尽くしてるんですよね、僕自身。なので、 自分の伸びしろが予想できてしまうんですよ。じゃあこれをどれだけやったことによって、えー、きっとこれぐらいまで伸びるだろうっていう予想ができてしまう。うん。ネタバレしてるんですよね、自分の中で。だから、あんまり面白くないんですよね。あの、こ,この二人ほど楽しめてないっていう感じなんですよ。うん。 で、えー、でも、それがね、強みになるっていうのはどういうことかっていうと、あのー、結局のところ、その知識を、えー、いろんな人にね、伝えることで、えー、独占せずに、こう、与えられる。それがね、強みかなと思います。まあ、知識を独占せずに与えたい気持ちが強いって書いたんですけれども、そう、与える側になれるってなかなかないことなので、えー、もう僕の持ってる知識っていうのをね、どん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 ね、あのー、 こう使いこなすっていう言い方はちょっとあれですけど、まあ、その可能性がねど、ある人たちにね、どんどんね、えー、お渡ししていきたいなっていうふうに思ってるんですよ。うん。なので、えー、まあ、これが強みかなって、えー、もう自分が歌うことがあんまり好きじゃ、あん嫌いじゃないですけどね、全然。うん、本当に、本気でね、熱を入れてやってる人に比べると、えー、好きじゃないのかなっていうところが、 結局のところ、僕の今のね、一番の強みに、えー、なるんですよね。であのー、例えばプロの人が歌ってるのとかを見ても、あ、こうすれば絶対この人良くなるっていう風にね、思うことがあるんですよ。うん。で、あのー、それがね、かなりいろんなところで起こるんですよね。アマチュアの人の歌聞いててもそうだし、うん、あのー、何 普通に高校生がね、TikTok で上げてるやつとか見てもね、えー、思うし、うん、で逆にね、もう才能の見極めっていうのもできるんですよ、かなりね。なので、あ、これは、もう僕がいくらね、頑張ってもこれは叶わないなっていう高校生とかもね、もうたくさんいますしね、うん、えー、そういうふうにね、思うことがあるんですけれども、まあその見極めができると。で、えー、苦しんでる方ってかなりいるのでね、高い声出したいな、 っていう風にね、思って、ずっとね、声を枯らして頑張ってるっていう人たちもいるんですよ。だからそういう人たちに向けてね、えー、まあこういう与えられる側、ね、与える側かに、に、えー、まあ上から目線ではないですが、まあ持ってるものを与えられるっていうのはね、かなり与えることができるっていうのは一応ね、あのー、それだけのね、 技術はあるのでね、そういうことができる立場になれたっていうのを、ねまあ、誇らしく思ってますよっていう話です。まあ、これがしげるの強みですよ、うん。で、最後になんですけれども、まあ、僕も含め、こうやって自分の技術を、ね、発信している人、お伝えしたいことがあります。もうねねこれね ま、しょうがないことなんですけどね。これ、意見をぶつけてくる人がいるんですよ。絶対に。えー、だけど、分かっちゃうのはね、難しいので、スルーしましょうっていうことです。あの、絶対、100%言いますから、本当に。あの、こうね、そこでね、ぶつかるっていうのはね、もうね、無駄だと思ってください。結局のところ、あの、正義と正義の戦いなんですよ。それって。自分の中の正義があって、えー、 相手の中でもその正義があると、えー。私はこれが真実だと思ってる。あなたは間違っています。っていう風なね、意見のぶつかり合い。まあ、戦争も同じなんですよ。あれもね、えー、悪と正義の戦いじゃないんですよね。正義と正義の戦いでそうなってしまってるんですよ。自分の国を守るためにっていう風うにね。うんまあ、そういうのが、えー、小規模でね、起こるんですよ。絶対に。うん、なので、えー、そういう生き物だと思ってね、それはスルーしましょう。うん、っていう感じです。 えー、まあね、うん、こうどうせだったらね、そのこう意見をぶつけてくる側もね、自分がメインでやっているアカウントでね、えー、行ってきてくれるとさらに、ね、こう気持ちが伝わるんだけどなとかっていうのはもちろんあるんですけれども、うんまあ、それはね、えー、情報を発信している人全員が思ってることだと思うんですけどね、うん、なんかサブアカーみたいなのを作って。 言われてもなんか響かないなとかっていうのは思うと思うんですよ。まあで、いろんなことを思うと思うんですよね。そう言われた時には。だけど、もう無視っていうのが一番いいと思います。はい。というわけで、えー、まあお二人が、こういう感じでね、前向きだから伸びていくだろうということです。で、これは、結局、 前向きっていうのがね、えー、歌が上手くなる人の特徴ということなので、えー、皆さんもぜひね、えー、そう、あの、前向きにやっていただけたらなって思います。はい。というわけで、また何かの動画出しますんで、その時はよろしくお願いします。しげるでした。